ないで、そういう時はたまに、ね、日が暮れても、ね、夜になってもちゃんと行動できるようにライトしてたりとか、さあ開けたぞ。こんな高い山はそんなになかったので、これからはもっと高い山に登りたいです。いろんな坂道とかで転んだりもしたけど、今日完走できてよかったです。なんか登るのも楽しかったけど、みんなで山頂に着いた時が一番嬉しかったです。登るのもとても楽しいけど楽しかったです。またこのトレーナーに少し疲れたけど楽しかったので良かったです。と疲れたけど最後は早く着いた。初めらへんはちょっと最初で行ってたけど、途中からちょっと疲れてきて最後になったけど、でもすごい楽しかったです。疲れたんだけど、なんだろう、途中にすごい綺麗な景色とかがあったから、そういうのが印象的に残ったからまた来たいです。山に登ったり、登るのは初めてなんだけど、完走できたり綺麗な景色とか見れて嬉しかったです。